地方競馬、地方競馬探検隊。地方競馬の情報発信基地、クリック地方競馬、地方競馬探検隊、ナビゲーターの浅根康則です。個人的に私は8月生まれなんですけれども、暑いのはどうも苦手なんですよね。まあ、単純に暑いとぼーっとしてくるっていうのが大きな要因なんですけれども、競馬場に行っても暑いとやっぱりぼーっとしてきて判断力が鈍るっていうのが自分でもよくわかります。ただこういう時はパドックがものすごく重要になってくるんですよね。先日も炎天下の某競馬場に行った時、もう本当に暑いんですよ。暑いんですけれども、パドックで、全然汗をかいていない馬を発見したんですね。その馬一番人気でした。ただこの馬夏バテだろうなというふうに判断して買い目から外しましたら、案の定というかかなりの大敗をしていました。こういうこともありますから、暑い最中ですけれどもパドックというのは重要なんですよね。涼しい屋内からパドックへ行って直に馬を見るということを競馬場に行かれた際にはお勧めしたいと改めて思います。さあ、それではこのコーナーから参りましょう。クリック先週の重賞ウィナー。まずは重賞レースの勝ち馬一覧をご覧いただきましょう。先週はご覧のレースが行われました。それではウィナーをご紹介していきましょう。かわし切りました。その後ろに4番の7月27日火曜日、金沢競馬場ではグランダムジャパン小馬シーズン開幕戦、地方全国交流の読売レディース杯が行われました。勝ったのは兵庫のキーポケット。3番手追走からゴール手前できっちりと先頭に立ち7度目の重賞勝利。今後のローテーションはグランダムジャパン中心でいくのか注目です。キーポケットが第28回の読売レディース杯を制しました。続いては28日水曜日に大井競馬場で行われたサンタアニタトロフィーレースは、後位を追走したカキツバタロイヤルが直線半ばで抜け出し、最後は1番人気ボンネビルレコードの追撃を振り切り1着。これで25戦12勝、着外が1回のみと堅実な走りを見せるカキツバタロイヤル。重賞は昨年の春帝賞以来3勝目となりました。という体勢、内からボンネビルレコード並びました。最後は30日金曜日に名古屋競馬場で行われた名校杯。このレースは JRA 秋の天皇賞のステップ競争への代表馬選定競争で、北陸東海近畿中国地区の交流戦、勝ったのは断然の1番人気地元愛知の新馬工事。スタートから先手を奪うと最後は高速に6馬身以上の差をつける圧勝で重賞2勝目を挙げました。3つのレースをご覧いただきました。7月27日の火曜日に金沢競馬場で行われました読売レディース杯、グランダムジャパン小馬シーズン初戦ということになりますね。このレースは5ヶ月ぶりの出走となった兵庫のキーポケットが直線での追い比べを制して1着となりました。前走後はグランダムジャパン小馬シーズンを目標に調整してきたというキーポケット、次は8月25日に園田競馬場で行われるシーズン2戦目兵庫サマークイーン賞に出走する予定ということです。28日の水曜日に大井競馬場で行われたサンタアニタトロフィー、54キロのハンデキャップ重量で出走したカキツバタロイヤルが堅実に伸びる差し足を生かして重賞制覇しました。本田正方騎手、函館和明調教師ともに重賞初勝利ということになりましたね。ちなみにカキツバタロイヤルは昨年の秋に船橋に転入して以来10戦7勝3着3回というものすごく堅実な成績なんですね。この先もまだまだ活躍が見込めそうです。そして30日の金曜日に名古屋競馬場で行われました名校杯、最内枠から好スタートを決めた神話工事がスピードの違いで6馬身差の圧勝を見せました。これで通算22戦16勝、1秒以上の差をつけて勝ったのが8回目というスピードタイプですね。この後も大いに注目できる存在と言えそうです。以上、先週の重賞ウィナーでした。目指せ全国制覇、競馬場へゴー。意気揚々と川崎競馬場へ乗り込んだ吉井君でしたが、特に見せ場のないまま第5レースまで終了。ところが川崎のタンメンを食べて挑んだ第6レースを見事的中。食堂や。さらに的中を重ねるべく後半戦へと挑むのでした。
競馬場へ GO 吉井真一です。今回はですね、川崎競馬場後編ということなんですが、ちょっと見てください。こちらとかですかね、もうナイターに明かりが灯りまして、スパーキングナイター。私がですね、高知で何と呼ばれたかご存知ですか？ナイターのよっちゃんです。で、あのナイターに明かり入る前に飯を食って出てきて、ナイターになった途端万馬券を取ったということがあるんで、今回ね、この7レース勝負の分かれ目やと思います。ここビシッと出て8、9、10と後半あっ品川おじさん、今度ジョッキーからバンバン勝負したいと思いますんで、皆さん応援よろしくお願いします。そんな吉井君が購入したのは1番と2番を中心とした3連単と馬単5,000円分。金額に気合を感じますね。取れるんちゃうかなと思ってね、うちがやっぱりちょっと有利なような気するんですよね。でスコーンと前行けたら楽しいと思いますんで、このレース当ててピシッと後半戦盛り上げていきたいと思います。スカッと当てて最高の笑顔期待してるよ。パレスターボ、その外側を通って3番のエリナイトが詰め寄ってくる。さあ前は第4コーナーのカーブから直線コースに向きました。また突き放す1番スクバチャームが1馬身半から2馬身のリード。2番手に2番のミラクルシーカー、あとは離されて7番ジョリーズヒーローが3番手、内をついた5番のヤクモニシキも3番手を伺っている。外からはセイラーキング、先頭は1番スクバチャーム圧勝5輪、2着2番ミラクルシーカー、3着は外伸びた当番セイラーキング。馬ターンは的中しましたが、3連単を惜しくも外して収支はマイナス。7番惜しかった。そして流れをつかめないまま第8レース第9レースとマイナスは膨らむ一方、次はメインの第10レース。吉井君、ここで何とかしようね。私このレースもう決めちゃいました。これ見ていただいていいですか。このレース3歳も混合で入ってるんですよ。例えば3歳あるじゃないですか、筋量55キロですよね。でこちら5歳も55キロ、同筋なんですよ。ってことは同筋やったらまだコバの方が強いと思うんですよ。この時期筋量が少なかったら3歳は勢いで来るかもしれないですけど、だから僕はあえて3歳はこのレース人気になってるのあるんですけど、外した馬単3連複ボックスで行こうと思ってるんですよ。で絞った結果6頭に絞れたんで、これはいけると思いますと自信満々の吉井君は2、3、6、7、11、14番の馬単と3連複のボックスを購入。ちょっと買い目が多すぎるような気もするけど、絶対これで取れました。これほんまに調べてきましたから、データ過去15年パソコンで調べてきたんで、任せてください。これで外したらほんま諦めます出続けたいんでやめるとは言いませんただショック受けるだけです。頑張りましょう。強気なのか弱気なのか分かりませんが、とにかく当たるといいですね。てくるのはゼッケン番号4番のラスカルキット、ラスカルキット、ラスカルキット、内からは3番のオーロラフレッシュも2番手を伺っているが、4番ラスカルキット、オーロラフレッシュ、2頭は並んで5輪、3枠の2頭です。自信を持って切った3歳馬が1着と3着に入って的中ならず。吉井君、もう後がないよ。最後はビシッと当ててね。私最後の最後に大勝負してしまいました。これ、好きなジョッキーのボックスにしました。酒井ジョッキーも好きなんですが、今回だけ外してしまいました。これで取り返したいと思います。最後は大好きなジョッキー5人の3連単ボックスで勝負した吉井君。9番の酒井騎手を外しましたが、それが吉と出るか凶と出るか。泣いても笑ってもこれが最後ですよ。大外から3番ベルザローが今4番手、さあ前は9番のアポロフラメンコ、トライにかかる11番キスリングバー、2番の DS バリューは伸びがないか3番手、迫ってくるのは3番ベルザローが3番手から2番手を伺っているが、先頭はキスリングバー、キスリングバー1着で5輪、2着から先馬券から外した酒井騎手が2着に粘って万事休す。3連単4万円の高配当を取り逃してしまいました。
吉井くん、今日一日どうでしたか？こちらやっぱりナイターですっごい綺麗ですし、あともう風がねすごい気持ちよくて、あとなんといってもレースが激しくて、あとジョッキーも個性があってすっごい楽しい競馬場でした。あとね、あちらのビジョンも迫力ありますし、どこの角度からでもレースを楽しめるという素晴らしい競馬場でした。川崎競馬場での一日お疲れ様でした。やっぱり川崎競馬場っていうのは結構難しいんですよね。私も結構苦労してるんですよ。ただ個人的に心がけていることといえば、日によって内枠が優勢だったり外枠が優勢だったりするということが結構あるような気がするので、その枠順の出目ですよね、それを頭に入れつつ、それを2割増し3割増しにするとかっていうことは考えているんですけれどもね、それでもまあ検討というふうに言っていいんじゃないでしょうか。今回はね、それでもまだこのコーナー始まってからのトータルは黒字でしょうから、それを忘れずにこの先も攻めの姿勢で貫いていっていただければと思います。以上、目指せ全国制覇競馬場へ GO! のコーナーでした。ジョッキーズボイス、ジョッキーズボイスのコーナー、今回は笠松の佐藤智則騎手です。佐藤智則騎手、デビュー10年目ということで、初勝利からも10年ということになりまして、現在28歳ということになっておりますね。そして2008年、これ JRA で唯一の勝利だったんですけれども、この勝利した時が単勝 47,360 円、ものすごい単勝万馬券を叩き出したんですよね。取りたかったんですけれどもね、この時の話ちょっと聞いてみましたら、馬が人間を舐めているような感じがあったので、返し馬の時にものすごく芝居たらしいんですよ。それが功を奏しての16番人気での一着ということでね、意外性を秘めたジョッキーだと思います。その声どんな声なんでしょうか、お聞きいただきましょう。ジョッキーズボイス、僕が中学校の時にちょうど笠松競馬場でライデンリーダーっていう馬がちょうどね、桜花賞に出る前の4歳牝馬特別、あれを勝って衝撃を受けまして、ぜひ笠松競馬場で騎手になろうと、そこがきっかけですね。これはうちの厩舎の、もう今はちょっとなくなったんですけど、馬主さんの騎手服で、でうちの親方と相談してこの勝負君しようと決めましたね。はい、やっぱりデビューした時は安藤克実騎手がいたので影響を受けました。どの馬に乗っても、どのレースに乗ってもそうなんですけど、僕はもうとにかくリラックスして乗ることだけを心がけてます。そうですね、何気に使う鞭だとか変えてるとこはあるんですけど、これといったことはそこまではしてないですね。得意というのはないんですけど、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、馬に合った戦法まあやっぱり一番好意がいいですね。そして僕は、みんなは嫌がるんですけど、この競馬場の1008が一番僕は得意ですね。やっぱり長距離になると駆け引きがあるので、全く気になりません。たまにですけど、やっぱグリグリの人気馬に乗るときは、まあ普通の正攻法の競馬をしようっていうのはありますけど、やっぱ人気がないときは、まあグリグリついてるよりは思い切って乗ろうかなっていうのはありますね。思い出に残ってる馬は、やっぱこの勝負服の馬主さんの馬なんですけど、白竜嵐という馬で、しかもそれでダービーグランプリ初めて G1 乗してもらったんで、思い出に残っています。全くいないですね僕はそんなレベルなんで臨機応変に対応できる機種ですね。一番はやっぱり、なんていうんですか、焦っても仕方がないので、やっぱりレースは生き物ですから、その時に応じた騎乗ができる騎手っていうのはやっぱりうまいと思いますね。はい、そうですね、やっぱり折り合いというのはですね、言葉の通り折り合っているということなんで、馬がリラックスして走れている状態のことだと僕は思うんで、
やっぱり乗り方は違うんですけど、うん、バランスとかやっぱそういうのを気をつけていれば、馬との呼吸があった時、それが一番折り合ってる状態だとは思うんですけど、難しいですね。技術的にもそうですけど、僕はやっぱり普段あんまり筋トレとかはしないんですけど、ランニングとかして下半身を鍛えて、やはり下半身、どのスポーツでもそうなんですけど、下半身がしっかりしてないとバランスは保てないので、そうですね、やっぱバランスですよね、一番気をつけてるのは。見た目がかっこいい追い方っていうのが、僕は馬がに一番合ってるスタイルだと思うので、やっぱり海外の騎手でも、まあ、JRA のジョッキーでも、まあ、南関東の騎手でもそうなんですけど、やっぱり上手い騎手っていうのはかっこいい追い方をしてて、それでやっぱそれが理にかなった乗り方だなと思うので、まあ、見た目がかっこいい乗り方がいいスタイルだと思います。まあ、日本人でいうと僕は大井の三鴨っていう同い年の乗り騎手なんですけど、かっこいいと思います、はっきり言って。ランニングと腹筋だけです。それ以外はまあいらないと思うんですけど、バランスに必要なのが下半身と腹筋なんで、そこだけやってます。もうやりたいことをやるって感じですね。まあ、好きなことが僕多いので、まあ天気に応じてやりたいことをやるって感じですね。買い物、サーフィン、ゴルフ、冬はボードとか野球とか何でもやります。好きな言葉ですね、今ですね。まあ、やっぱり僕の場合、失敗はしてることは多いんですけど、やっぱ後悔したことがないというか、やっぱ後悔したくないので、だから今を大事に生きたいなと思って、今っていう言葉が好きですね。喜怒哀楽がはっきりしているやつですね。はい。まあその時っていうのはないんですけど、やっぱり好きなことを仕事にできてるっていう感じる時が多いんで、その時はやっぱ自分騎手になってよかったなと思いますね。かっこいい言い方になっちゃいますけど、天職ですね。すごい身近な存在、大事な存在。人生です。メインレースで僕が勝った時には必ず表彰式でゴーグルをプレゼントしているので、そんな笠松競馬場にぜひ来てください。よろしくお願いします。レッツクリック。佐藤智則騎手といえば、笠松競馬場ではもう中堅というか、そんなイメージ感じがしますよね。まあ、その通り、現在のところ笠松競馬場所属ジョッキーとしてはリーディング第4位となっているんですよね。でも騎乗技術の高さ、その評価は結構高いんですよね。私も JRA の調教師さんに、佐藤智則騎手って結構乗れるよねなんていうことを言われたりしますんでね、その騎乗技術の高さを重賞タイトルの増加につなげて、そしてリーディング争いにも加わってもらいたいなというふうに思います。今後も期待しています。以上、ジョッキーズボイスのコーナーでした。地方競馬トピックス。地方競馬トピックスのコーナーです。まずは先週達成された区切りの勝利をご紹介しましょう。7月28日水曜日、北海道の大崎淳二調教師が紋別競馬第8レースをミスティックダイヤで勝ち、地方通算100勝。管理馬の初出走からおよそ7年、1941戦目での記録達成でした。並んで8番のインカローズ、ゼッケン番号2番のグッドランレディ、これが2番。30日金曜日、大井の荒井勝則調教師が大井競馬第3レースをバレーオブローズで勝ち、開業から3年で地方通算100勝に到達。昨年は大井リーディングの2位、今年も上位につけており、今後の活躍が期待されます。荒山勝則調教師、地方通算100勝目を達成ということになります。サニングランディ粘ります。31日土曜日、岩手の佐藤浩一調教師が盛岡競馬第9レースを竹田恵比寿で勝ち、地方通算500勝目を挙げました。
今年はすでに昨年を上回る勝ち星を挙げている佐藤浩一調教師、通算4408戦目での記録達成でした。先頭4番マルサンラビータ。同じく31日、福山の池田俊樹騎手が福山競馬第7レースをジブラルタルロックで勝ち、地方通算500勝を達成。若手の成長株として福山競馬を盛り上げている池田騎手、さらなる活躍に期待しましょう。地方通算500勝達成です。変わりまして、今週各地の競馬場で行われるファンサービスイベントの情報です。浦和競馬場では5日の木曜日にご覧のファンサービスイベントが行われます。金沢競馬場では8日の日曜日にミニコンサートやフラダンスショーなどのイベントが行われます。福山競馬場では8日の日曜日に全国初の試みとして高知競馬所属の馬と騎手のみによるレースを開催。また実況アナウンサーと解説者も招待し、高知競馬を再現。福山競馬場で繰り広げられる高知競馬の熱い戦いをどうぞお楽しみください。荒尾競馬場では8日の日曜日にホークス杯を開催。キャラクターとの撮影会やバックヤードツアーなど様々なイベントが行われます。では最後に各地の重賞競争ラインナップをご覧いただきましょう。5日木曜日、門別競馬場では地方全国交流の2歳牝馬限定戦リリーカップが行われます。熱戦にどうぞご期待ください。以上、地方競馬トピックスでした。5つの競馬場でナイターが行われているという日本の競馬ですが、例えば南関東ですと深夜の2時頃から調教が行われるということで、暑い時期は人も馬も体力勝負ということが言えそうですよね。その夏を戦っていくグランダムジャパン小馬シーズンの各馬、各陣営がどのようにしてポイントをゲットしていくのか、そのあたりの戦略も見どころの一つと言えそうです。それでは次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に、レッツクリック。